離散数理工学の授業を始めていきます。第2回です。離散数理工学の第2回は数え上げの基礎、全化式の立て方という話をしていきます。今回の内容は目標として全化式を立てられるようになるというものがあります。今日のトピックとしては組み合わせ構造の数え上げというものとアルゴリズムの計算量ということを 扱っていきますで、このアルゴリズムの計算量っていうのと、この全化式とかですね、数え上げ組み合わせ論っていうのがあんまり関係がないように思うかもしれませんけども、まあ、実際はですね、アルゴリズムの計算量解析っていうのは、まあ、その基礎がですね、数え上げにあるものになっています。で、それは十分認識していただきたくて、計算量解析っていうものは、その操作の数とかですね、演算の数っていうのを数え上げる ことをやってるわけです。ということなので、この税上げっていうトピックと非常に親和性が高いというか、まあ、そもそものその計算量解析っていうのはもう風上げであるというふうに思っていただきたいわけです。で、まあ、その中で、まあ、今日基本的なものをご紹介するということになります。もうちょっと基本的な考え方をご紹介するということになります。で、まずですね、この、 組み合わせ構造の数え上げの方からやっていくんですけども、まあ、いろんな組み合わせ構造があるんですけども、今日きょうはです、ねまあ、その一例として、グラフにおける完全マッチングの数え上げというものを扱っていきます。でまあ、グラフっていうのは、ですね一応まあここで定義しておこうと思います。であのグラフには、無効グラフと呼ばれる向きがないものと、有効グラフという、ですね有効ってちょっと口だけじゃなくて書きますけど、有効向きがあるものと2つあるんですけども、あのこの授業というか、今回ですね。 扱うのが、この無効グラフというものになります。で、無効グラフって何なのかという定義がここにありますけども、えっ、ー、と、順序対です。この V というものと E というものをこう並べて、この丸カッコであの囲んで並べたものですね。で、V はまあ集合、何でもいいです。集合です。で、E の方は V の要素数2の部分集合の集合。だから V の要素を2つ持ってきてですね、作った集合をたくさん集めてできた集合というのが E です。 で、下に例があります。今、V っていうのが、こう、1、2、3、4、5っていう5つ要素を持つ集合になってます。で、E は今言ったように、V の要素数2の部分集合をいくつか集めてきて作った集合です。ですね。集合はですね、この波括弧を使って書くんだったってことを、また思い出すということになります。で、注意なんですけども、 えっと、この25っていう集合と52っていう集合は集合としては同じなわけです。集合っていうのは何だったかっていうと、なんか箱があってですね、2と5というものがなんかその中に入ってるっていう、なんかこういうものを、この2と5を要素として持つ集合だっていうふうに思うわけですね。なので、その、まあ、順番というのはないですわけです。並べ方において。で、それがまあ重要だと思ってください。はい、で今ですね、まあ、この上の例においては、V の方には1個個。 5個、ここ5つ要素があって、E の方はいくつ要素があるかっていうと、この部分集合入ってですね、ものがここでは1、2、3、4、5、6、7個あるので、E は7個要素を持つ集合ということになっているわけです。で、まあ、集合でこのように定義されるものが向効グラフなんですけども、まあ、向無うグラフですねこのように集合で書くことはまれですけども、まあ、これが定義です。で、まれなんですけども、実際はです、ね、このよ,あのようにです、ね、この図示するということが、 かます。で、これ、どのように図示しているのかというと、序に表しているのかというと、この頂点と今言ってませんでしたけども、V の要素をですね、ままあこう丸じゃなくてもいいんですけども、なんかこう区別できるもので、まあ、なんか囲んで、この置いているといつになります。で、E の方ですね、E の方はこの V の要素をこの組にして、 2つずつこう並べてるんですけども、その1、2っていうものに対して1と2をこう結ぶような線が引かれていると。3、4っていうものに対して3と4を結ぶ線が引かれていると。で、3、5っていうものを結ぶ線がないんですけども、これはその3と5からなる集合がこの E の中にはないということに対応しているというふうに思ってくださいで。そうすると先ほどこの E にはですね、7個要素があると言ったんですけども、その7個の要素に対応してこの7個の線がこの図にはあるということになります。いいでしょうか。 でまあ、このように図することが多いです。で、まあ、グラフにおいてはですね、いくつか用語があって、先ほど頂点と口ばしてしまいましたけれども、まあ、V の要素のことを、このグラフ、G の頂点と呼びますと。まずですね、まあ、G イコール V、なんかこういうような書き方をすることがよくあります。グラフ、この対ですね、V というの対のことをまとめて、G と書いて、まあ、それをグラフと呼ぶというような書き方もします。で、この V の要素のことを G の頂点と呼び、 そのもののことを G の頂点集合と呼びます。一方、E の方の要素はですね、えー、G の辺と呼んで、E 自体は辺集合と呼ぶというふうになります。だから、今、この右下にあるような、この、えっ、ー、と、グラフにおいては、まあ、この辺が7個あるということになるわけです。で、その辺とですね、頂点の関係に対して、いろんなあの用語があるんですけども、例えばこの UV からなる集合が、 この E の要素つまり辺であるときには、この U と V のことをこの辺の端点と呼んだりします。今、例えばこの2と5を結ぶ辺があるんですけども、この2とか直という頂点はその辺の端点ですということになります。で、えっと、次ですね、えっと。頂点 V が辺 E の端点であるとき、V は E に接続すると言います。今の言い方で言うと、この頂点2っていうのは今言ったこの2と5を結ぶ辺に接続するということです。次ですね。頂点 U と V が辺を成すとき、 U と V は隣接するという。今、この2と5っていう頂点2つはですね、これ、辺を成してますから、2と5は隣接するというふうに言います。で、ちょっとあの気をつけてほしいのは、この接続するっていうのは、頂点と辺のその関係に対して言う用語で、隣接っていうのは、頂点と頂点に対する関係に対していう言葉です。だから、頂点と辺が隣接するとかですね、そういうふうに言わない。 ので、頂点と頂点が接続するとかって言わないので、それはその正しい用語を使うという立場から言うと重要なことなので、それは注意をしてください。はい。で、これは用語です。でですね、先ほど、こう、あの、一つのグラフをですね、あの、例としてあげて、その図示を、あの、したんですけども、まあ、その図に書くっていうのは、もともとこの集合として定義された、えっと、グラフをですね、わかりやすく この考えるために図に表している、まあ、だけというか、そういうものなので、図,の図として表す方法はさまざまであるという形になります。今です、ね、ここにこう3つ異なるように図示されているグラフを書いているんですけども、これは集合としては同じグラフを表しています。どういうグラフかというと、まあ、辺で頂点が6個あって、辺がです、ねえー、と9個ですかねあるその1つのグラフを 違う形ででしてるんですそこ全部同じグラフになってますで、まああので、確認してもらうと、ちゃんとこの集合として書くとです、ね、集合として書くと同じグラフになることは分かると思うんですけども、それはちょっと皆さん実際確認してみてください。だから、その図詞の仕方っていうのはあんまり気にしないというか、えっと、図が異なっていても同じグラフであるということはあり得るということになります。 でですまあ、一応用語としてはですね、この授業では頂点とか辺っていうあの用語を使っていくんですけども、場合によっては本とかですね、えっと、著者とか講義とか授業によっては、まあ、頂点のことを接点と呼んだり、濃度と呼んだり、点と呼んだりそういうこともあるかもしれませんし、辺のことを枝と呼んだり、エッジと呼んだり、まあ、線と呼んだりですね、まあ、いろんな他の,あの呼び方をすることもあるかもしれません。割とですね、グラフに関する用語っていうのは混乱してまして、えっと、人とか本とかですね、論文とかによって異なった、えっと、 用語を使うこともあるので、それはあの適宜ですね、自分の中で同じものを意味しているのかどうかということを確かめながらあの理解するようにしていってください。この授業では頂点と辺という用語を使っていきます。はい。でですねあの、今日この数え上げたいのは何なのかというと、このグラフがあったとき、向こうグラフがあったときにその完全マッチングというものを数え上げたいんですけども、そのまあ向こうグラフがあったときにその完全マッチングとは何なのかということを定義します。で何なのかというと、それは辺の部分集合です。だから辺をいくつか集めたもの。 なんだけども、ここに書いてある条件を満たさなくちゃいけませんというふうになっています。でどういう条件かというと、各頂点に対して V に接続する M の辺がたかだか1つ存在するあごめんただ、ただ1つ存在するもののことを言います。で今、下に書いてあるこれ図ですけども、これは例で、あ青くですね、4つ。 の辺が塗られていますけどもこの4つの辺からなる辺の集合のことが、ここでは完全マッチングというものになっています。どういうことかというと、どの頂点を見ても、必ずですね、こちら、この社長、この下にあ頂点、この頂点を見ると、この頂点に接続する M の辺、この青い辺がですね、ただ一つ存在するということになっています。右の方を見ると、今、右下のこの頂点ですね。この頂点を見ると、またこの青い辺がただ一つ接続している。 形になっていますという形で、どの頂点を見ても、それに接続する青い辺、M の辺がただ1つ存在するので、この青い辺からなる辺部分集合は、このグラフの完全マッチングです。ですかで、やりたいのは、えっと、この完全マッチングっていうのが、このグラフにいくつあるでしょうということを数えたいというわけですね。今、この例のグラフにおいては、まあ、ちょっと私が数えた限り、この4つがあると。だから、この4個、何個あるでしょうっていう問いに対する答えは4個。 ににななりりりますですか、ね、でますすすここれをですねやりたいということとうもう一度言うと、与えられた向こうグラフにおける完全マッチングの総数を、まあ、計算したいということです。まあ、アルゴリズムを作るとかですね、公式を見つけるとかですね、まあ、いろんな立場があると思いますけども、まあ、あのここではなんかまあ公式を見つけるような形のことをやっていくのかな、アルゴリズムなのかな、まあ、両方の立場になりますけども、それをやっていこうというふうに思っています。で なんでこんなことをしたいのかってことを一応あのお伝えします。これ、一つ目の行、これは割と重要なんですけども、物理学は、数値上げ組み合わせ論の重要な応用分野です。何かというとですね、今、ここに書いてあるこの例がですね、これ何かというと、酢酸がですね、ここにあります。<laughs> ちょっとちょっちゃなってきますね。この部分ですね。この部分、これ酢酸です。酢酸ですね。酢酸。アセティックアシドってやつですね。で えっとですね、酢酸はですね、このようにですね、こうなんか、二つの酢酸が、こう分子間力でですね、引き合ってですね、えっ、ー、と、なんか大きな一つの、まあ分子とは言わないですけども、えっ、ー、と、まあ分子間力で、あの、引き、引かれ合って、二つの分子で一つの、なんか大きな、えっ、ー、と、大きくないですけども、二つの分子で一つのなんか、まあ塊を作るってことがあります。で、そのように固まったものの、ここを未量体といったりします。 でそれはその分子間力で引き,あの引き付けられて作られているということですね。でそうするとですね、まあ、仮に、仮に酢酸が格子状に並んでて、ですね格子状に並んでて、それでまあ隣り合っている酢酸となんかこう二両体を作るような,なんか構造が生まれているとしましょうと。そう,そうですると、まあ、こんな形にその酢酸がこうなんかまあ空間の中で詰まっているというかですね。 そうすると、この構造はです、ね、実はそのなんかグラフとしてモデル化できる、グラフとしてのと見なせるでしょうとになります。何かというと、これ一つ一つの酢酸、ね、という分子がある場所が、このグラフの頂点に対応すると。で、二両体を作って、今、この赤い線がです、ね、その分子管理力で引き合っているところを表しているんですけども、まあ、その引き合っているところが、このグラフにおけるこの辺に対応するというふうに思うわけですね。 でそうするとこ作す、ね、この酢酸の二量体が空間全体にこうなんか、まあ、配置というか、酢、ま、酸、あ、がこう空間上に格子のように並んでいて、その必ずその隣り合うものとです、ね、隣り合う酢酸分子となんか二量体を作っているような形になっているときには、そこからです、ね、得られるこのなんかグラフの上の造っというのが、先ほど言った完全マッチングになっているわけです。どの頂点との酢酸を見ても、必ずどこかの隣り合っている酢酸とこの二量体を作っているということですね。 そうすると、この完全マッチングっていうのが、この、酢酸の二量体がどのように、こう、できてるのかっていう、えっ、ー、と、様子に対応します。状態といったりします。でそうすると、その、この、この形ですね、システムにおいて許される状態の総数っていうのが、完全マッチングの総数として得られます。で、この状態の総数っていうのは、非常に重要な、えっ、ー、と、もの、重要というのは、えっ、ー、と、 統計力学、統計物理学において非常に重要な、あの、量になってまして、この状態の総数からいろんなその経緯における、その、まあ、熱力学的なですね、統計力学的な量っていうものを、まあ、計算できるようになったりするということになります。まあ、特になんか分配関数とかって言われているものとかですね、まあ、皆さんそのエントロピーとかってこう勉強したことがあるか分かりませんけども、自由エネルギーとかですね。で、まあ、そういうものの計算にこれ使うということになります。で、まあ、それができると、こういうものの、 いのシシミュレーションに使えるということになるわけで、すねとということで、まあ、あの完全マッチングに限らずなんですけども、なんかこのグラフ上のいろんな構造を数え上げるというものが、えっと、統計物理学に関係してくるということがあります。で、まあ、その一例として今回はこの、まあ、二量体モデルに関係する完全マッチングの数え上げというものをやってみましょうということをやってみることを考えていきますで。そうするとですね、こ、まあ、この例で挙げたように、まあ、そのなんか個体のようにです,、ね、すごくその規則的にこう詰まっているような形でこう分子が 配置しているとすると、こういうなんかこの格子状のですね、えっ、ー、と、グラフっていうのが非常にまあ、気になるわけです。で、まずじゃあそれやってみましょうと。で、まあ一番簡単な、まあ一番簡単ではないんですけども、まあ、えっ、ー、と、割と単純なもの、これが2段の格子、なんか2つ、なんか二段、まあ二行と言ってもいいかもしれませんけども、2行あって、まああと何列かあるような格子に上にその頂点が並んでいるようなグラフを考えましょうと。で、この列の数のことを、今ここではこのグラフの えっと、下の添え字で表していると。で、このグラフはなんか、ラ a ジ a なんとかと。で、この列の数を n としたときに、この an という,こうグラフを考えましょうと。で、これのですね、完全マッチング総数をどのように計算できるのかということを考えてみようということになります。で、そのときに全化式を使うということになるわけです。はい。じゃ実際にやってみましょうと。で、えっと、今ですね、このラージ an っていうグラフを えと定義したというか、まあ、こういうものですよというふうに言ったんですけども、その完全マッチングの総数のことを small an で書きましょうと。で、この small an が何なのかって、この数列ですね、をえっと考えたいわけです。で例えばえ、1列しかない場合、これあの1個こう完全マッチングがありますから、a1 は1というふうに決まります。で、 列が2個ある場合、ここに書いてあるような2つの完全マッチングがありますので、A2 は2となります。で、A3、まあ、ここら辺まではまあ頑張ればできそうですね。A3 の場合は、えっと、完全マッチング3つありますので、3と。で、次からだんだんさせていきますけども、A4、5、で、A5 は8と。 という感じで、まあ,あの、初めの方ですね、n が小さい場合には、この an っていう数列の初めの方の項っていうのは、まあ、頑張ればですね、このようにこう全部書くことによってですね、見つけられるということになります。で、まあ、これはですね、まずなんかこういうなんか数列を考えようと思うときには、初めになんか、この n が小さい場合にどういうふうに実際になるんだってことを、えっと、こういうふうになんか書いて、試してみるっていうのは非常に重要です。で、まあ、そういう立場はちゃんと、あの、 おくといいと思うんですけども、まあ、これはなんかまあ A が5ぐらいまではまあ簡単にあ、N がですね、N が5ぐらいの場合までは簡単にできますけど、ちょっともう少し増えてくると大変だなという気はまあしてくるわけですよね。で、そうするとなんか一般的になんかどのような形で書けるのかなっていうのを考えたくなってくるということになります。はい。で、そのためにですね、じゃ例えばこの A5 ですね、これ、個列ある場合に先ほど 十三でしたかねちょっと前に戻りましょうかね。戻れない。ちょっとさ、ね、8でしたね。八ってあったんですけども、えっと、じゃあ、このなんで八なのかってことを、これあのなんか、系統的に、系統立てて、組織だって、 考えることができるかということを考えています。それで、その時にどこに着目するのかというと、例えばです、ね、この左上の頂点に着目します。でそうするとです、ね、今、この完全マッチングを数え上げようとしているので、この左上の頂点を見ると、完全マッチングの定義からです、ね、この頂点に接続する辺がです、ね、ただ一つ存在しなくてはいけません。完全マッチングにおいて。ということなので、その辺は、この縦の辺であるか、あるいはそうでなければ、横の辺なわけです。で、これはですね、つまり場合分けなわけです。縦の辺を この完全マッチングが持つか、そうでなければ横の辺を持つっていうふうに倍分けされるわけです。で、その倍分けをですね A の場合、B の場合とにびかてます。つまり A の場合の完全マッチングの総数と B の場合の完全マッチングの総数が分かれば、それを足した結果が、この、えー、と全体の完全マッチングの総数になるということになるわけですね。じゃあ、まずですねこの A の方ですね。この縦の方を使う場合考えてみましょう。縦の方を使うと。これ決めましたと。で、そうすると残りの部分がですね、この部分ですね。 もうこの、えっ、ー、と、残りつつ何を言うかっていうと、左上の頂点と左下の頂点は、その、ただ一つ接続する辺がもうすでにあるので、えっ、ー、と、あとその完全マッチングの辺を選ばなくてはならない部分は、この右の部分。 に限られるとということになりますでそうすると、の右の部分です。例えば、ですねこの左側2番目の上の頂点ですね。ここからですね左にはもう、これ、辺出せません。なんでかっていうと、それ、辺を出してしまうと、左上の頂点に接続する、この完全マッチの辺が2つになってしまって、ただ1つしか接続しないっていう条件を満たさなくなるからです。だから、何を言いたいかっていうと、今、この状況では、ですね残りこの4つのですね頂点、4つの頂点からなる、この、えーと、これだからこれ A4 ですね。 A4 ちょっと色が薄いので。A4 っていうグラフの完全マッチングの数が分かれば、この先ほどのですね、選んだ辺とともに、こ全体の完全マッチングの中で、この左のところで縦を選んだものっていうのが数え上げられるということになります。ですかね。で、これが初めの場合です。で、一方ですね、二つ目の場合ですね、横の辺を選んだ場合。 こ,っちですね、この辺を選んだ場合は何が起こるのかというと、もうこの辺の部分はもう決まってるからいらないわけですね。でそうすると、次のページあるかな。何が言えるかっていうと、一個戻りますね。そうすると、ですねこのまだその接続する辺が選ばれていない頂点がここら辺にあるんですけども、ここで重要なことは何なのかというと、この左下の頂点を見ると、ですねこの左下の頂点。 もうこのなんか2つの辺のどちらかをこの完全マッチングの辺として選びたいんですけども、上の方は先ほどの理由と同じでですね選べないんですね。これ選んでしまうと、左上の頂点に接続する完全マッチングの辺が2つになってしまうからです。だから、必ずこの左下の頂点に接続する辺として選ばれるものが、この、えっと、横に向いている辺になることになります。でこれがこれですね。 言葉でこれ決まるわけです。何が決まるかっていうと、左上の頂点で横のこの辺を完全マッチングに入れるとうふうに決めると、下のところでもこの横の辺が必ず使われなくてはならないということになります。そうすると残っている部分がこの右のこの3列の部分になります。でこの3列の部分はまあ自由に選べるわけです。自由にというのは、この黄色で囲んだ中では自由に選べるわけです。 ということは、この3列の部分ですね、この A3 の完全マッチングを1つ持ってくれば、それに対応して、全体の完全マッチングで左上のところが横に、えっと、使われる完全マッチングがすべて分かるということになるわけです。つまり、ここから何が分かったかっていうと、A5 っていうこ A、この A5、このラージエですね、ラージエゴってグラフの完全マッチングの総数は、A の場合の完全マッチングの総数プラス B の目の完全マッチングの総数。 マッチングの総数なので、で、ラージ a の場合は A4 個、ラージ b の場合は A3 個というふうになって、A5 イコール A4 プラス A3 という式が得られるということになります。いいですかで、これはですね、A5 ってこの5列の場合でやってますけども、これ別にこれ何列でもいいんです。一般的には AN とすると、AN において左上の頂点を考えたら、そこではこの縦の辺が使われるか、横の辺が使われるかしないといけないと。 縦の辺が使われるんだったら、残りの部分がこれ、an、a n-1 になりますね。で、そこの部分の完全マッチングを考えればよいと。もし、ここ横を使うんだったら、下のところを必ず使われなくてはならないので、残った部分、これ、an、a n-2 ですね。の完全マッチングの個数を考えれば、この場合の完全マッチングの総数が分かるということになります。つまり an は an、an は、an-1 プラス、an-2 という式が得られるわけです。いいですか ただし、これができるのは、この n-1 と n-2 というのがちゃんとできる場合のみなので、n が3以上であるというえと条件がつきます。だから、何を言いたいかというと、これは全化式を作ってるんですけども、これはそのまあ n が3以上のところで,でしか成り立たないので、n が1の場合と n が2の場合は、頑張ってまあ初項というか、初めの方の項は自分で定める必要がありますよと、ちゃんと計算する必要がありますよということになります。 ということで、まあ、N が1の場合と N が2の場合、まあ、先ほど計算してましたので、それは1ですと、2ですと。これ分かっていると。で、N が3以上のときには、AN っていうのは AN-1 プラス AN-2 になりますよということになります。よろしいですかで、今日の、えー、と主眼はこのように全化式を立てること、全化式を作ることなので、えっ、ー、とですね、ここまでで、この AN についてはお終わりです。で、まず何が重要かっていうと、こういう全化式 かけたらこれで,です、ね、プログラムがけますこの AN を計算するプログラムを皆さん書けると思います。で、書けると、もうその適当な N、例えば N が1000の場合とかですね、にこの AN っていうのが、A1000 というのは何なのかっていうことがそのプログラムから分かります、はい。で、もう一つやりたいのは、この AN というこの全化式、あのえー、と数列の全化式が分かったので、その全化式からですね、一般項と呼ばれるもの、つまり AN イコールなんとかっていうなんかこの閉じた式ですね。 バッと見た頃、AL が何とか分かる式っていうものを導きたいんですけども、それをやるのは次回です。まあ、それを、それを得る、あの、行為のことを解くと言いますけども、それは次回になりますので、また次回にお楽しみということになります。じゃあ一応ですね、まあ、プログラム書けるので、ね、じゃあプログラム書いてみると、これ AL どんな感じかってことをちょっとお見せしますね。こんな感じになりますと。N がこうずっと増えていくと、に応じて、こう、A、AL ちゃんと計算でると。 N が30の時には、これ読めませんけども、134万ですかね。6269になるということが、もうちゃんとわかります。で、これプログラム書けばわかると。まあ、これ皆さんもできるでしょうということになります。よろしいですかはい。で、今はこの2段の講習を考えたんですけども、じゃあもう一歩進んでですね、この3段の講習を考えましょうと。まあ、3段。これ、まあ、列、ざれで行で言うんですかね。行が3つざると。で、まあ、縦に N 個あったらそれを BN と呼ぶことにしましょうと。 で、その B ゲンにおける完全マッチの総数っていうのをスモール B ゲノとして、これを計算したいというわけですね。で、まあ、これもですね、小さい場合は頑張ってまずやってみたいと思うんですけども、あその前にですね、N が奇数の場合には、これ B ゲノこれが必ず0になります。N が奇数っていうのは、今ちょっと書く、書見ますと、ね、ここら辺ですね。B1 とか B3 とか B5 です。これ、で、なんでこの時には、 bn が0つまり完全マッチングが存在しないんですね。なんでかというと、これ頂点の数が奇数だからです。完全マッチングっていうのは必ず、なんかこの2つの頂点をなんかここ、なんか組みにしてるんですね。だから完全マッチングが存在するためには、そのグラフの頂点の数っていうのが必ず偶数じゃなくてはいけません。書いておこうかな。完全マッチングが存在する。ならば、頂点数は偶数です。 ななくてはなりません実は、頂点数が偶数だからといって、必ず完全マッチングが存在するわけではないので、逆は入れないんですけども、まあ、完全マッチングが存在するなら頂点数偶数なので、この頂点数が奇数のですねグラフには完全マッチングがありません、ね。だからまあ BN は0、まあ、になりますので、それは注意をしてください。はい。それで、まあ、一応計算してみると。まあ、今言った通り、この えっと、n が奇数の場合で、これ0なんですけども、じゃあ n が偶数の場合、ここ今 n が2の場合っていうのと、n が4の場合考えていますけども、ちょっともう n が4の場合でもなかなか大変かもしれない。これ11個ありますけども。ですね。で、こういうふうにこょっとこ見つけた必要がありますね。うん。それでですね、で、まあ、この b, b, この bn ってこの数列がありますから、これの全化式を作りたいわけですね。いいですかね。で、これはですね、先ほどのその2段の場合、an の場合に比べて割と大変です。が、 まあこれぐらいはできるようになってほしいので、やっていきます。で、同じように考えますね。で、今は、まあ、一般的な場合、の BN の場合、で N はまあ4以上で、偶数の場合を考えます。で、先ほどと同じように、この左上の頂点に着目してですね、それに接続する辺として完全マッチングに選ばれるものが、縦の辺なのか、この辺なのか、これ、倍分けするわけです。縦の辺なのか、横の辺なのか。ですね。で、まず、縦の辺の場合考えましょう。縦の辺選びます。でそうすると、先ほど言った通りと,と同じように、この残っている部分ですね、 まだその接続する辺が選ばれた部分を考えて、まあ、ここの辺をどう選ぶのかということをまあ気にしていくわけです。でそうすると、今、ですねこの、えっと、左下の頂点を見るとこう上の辺、上に向かっていく辺はこれもう選べないので、横の辺をこう選ぶしかないということが分かります。これ先ほどと同じような考え方ですね。それが分かりますで。そうすると、残っている部分がありますね。で残っている部分で、今のようにすぐに決まる部分というのはもうありませんもうありません。 この部分ですね。で、そうすると、先ほどのその2段の場合と同じように、これで全化式、再起を作りたいんですけども、問題があって何なのかっていうと、今ですね、こ考えている BN っていうグラフは3段あって、なんか列が N 個あるっていう、そういうグラフなんですね。で、このグラフ、今出てきてるグラフはそういう形をしてないんですよ。小さくなったグラフが3段の格子じゃないんですよね。だから、先ほど言ってみた意味で、再起式、全化式は作れません。 うん、で、困ったなあということになるわけです。で、まずこの困ったなあと思うことはまず重要です。思ってください。で、次に思うのは困ってるんだけども、何かその抜け道はないかという,うに考えるわけですね。で、それは何なのかっていう、で、そこで、この場合にはありまして、抜け道が。<laughs> どうするかというと、これ自体をまた新たな、えっと、グラフと見て、それに対して全化式を作るってことをしましょうと。 これは何なのかっていうと、この3段の更新のなんか頂点がその、歌の頂点が一個かけてるようなグラフだと思うわけです。で、それに対して全化式作りましょうっていうことをやってみます。だからそのようなグラフのことを CN と書くことにします。まあ、CN って何なのかっていうと、BN の、CN って何なのかっていうと、BN の一つの角を取り除いて得られるグラフです。ちょっとこれ。 右の方に書いて皆さん見えるかどうかちょっとわからないんですけども、口でももう一回言うと BN の見えないんだったら動かせばいいので、ね、ちょっと動かしますね。動かせるかな。ちょっと今下の方に動かして。はい。BN で、あ、CN っていのは BN の一つの角を取り除いていられるグラフです。だから、えっと、C5 っていうのは、やっぱりこう5個列があるんだけども、これ、まあ、左上。今、まあ、どの一つの角を取り除いても、グラフとしては形同じなので、あんま気にしないという,ふうにします。で、まあ、C1 っていうのはこうなると。 こういうグラフのことを CN と書いて、このグラフの完全マッチングの総数をスモール CN としましょうというふうにします。で、このスモール CN もこれあの一緒に考えるということにします。で、また注意は、N が偶数の場合には CN が0です。先ほどと同じような理由なんですけども、この N が0の場合、じゃなくて偶数の場合には、その CN というグラフの頂点数が奇数になるので、完全マッチングの総数は0になります。いいですかね。 でまあ、それを気にしながらやっていきましょうと。で、これを使ってどうするか、先ほどのこの BN にもう一回戻りましょうと。で、そうすると、左上の頂点のこの縦の辺を選んだ場合には、えっと、下のところ、横を選ばなくちゃいけないから、それは選ぶことになります。で、残った部分を見てみましょうと。で、残った部分を見てみると、これはもともとの BN から1つ列が減って、また1つ角も減っているので、これは CN-1 ってグラフになっているわけです。見えませんね。CN-1 ってグラフになっているわけです。 ということで、何なのかっていうと、この場合っていうのは CN-1 の完全マッチングを持ってくれば、その数によって、この A の場合の完全マッチングの数が分かりますよということになります。ですかね。じゃあ B の場合どうでしょう。B の場合っていうのは、この横の辺を選んだ場合ですね。完全マッチングの辺としてで。そうすると、これまたこれ取り除くんですけども、取り除くと、これ何になるかっていうと、これはこういうグラフになると。ですかね。で、これはまた、 先ほどの,の b l の形も CJ の形もこれしてないんですよ。どちらにもなってない。でそうすると、これまた困りましたね。だから何なのかというと、これは、えっとなんかえっと、N 列あるんだけども、なんか上の方がこう2つ取られてしまっているという、こういう形になっているわけですね。で、ここで、えっと、我々は2通りのこういう分かれ道があって、何なのかというと、またこれをです、ね、新しいなんかグラフとして DN とかですね、行っておいて考えていく。 という方法もありますし、そうじゃなくて、ここをです、ね、うまくなんか扱っていくどうで。どう扱うかっていうで,で、っていう方法の2つがあります。すみません。ちゃんと文章を言い終えてから進めていきますね。はい、で、ここでは校舎の方のこれをうまくです、ね、扱って、その DN って新し,いの新しいグラフをあの作らないでやっていこうと思います。で、どうするかっていうと、今、ですね、ここの中でもまた、えっと、場合分けがあって、ここのこの 左の上ですね。この頂点に接続する辺で、縦のものを選ぶのか、横の辺を選ぶのかっていう場合分けがあるわけです。で、で縦の辺を選んだらどうなるかっていうと、残っている部分がこれなんですけども、これは先ほどの言い方でいうとこ C N、こ Cn-1 になるわけです。いいですかね。だから、ここで縦を選んだら Cn-1 は出てきます。じゃあ、一方で、 一方で、そうじゃなくて、横を選ぶこともできるかもしれません。横の場合で。横の場合、ものを選んだら、その下の頂点ですね。この頂点を見ると、ここでまた横を選ばなくてはいけないということが,こういうことが分かります。でそうすると、残っている部分はこれなんですもうこれは何なのかというと、これ、B の N マイナス2ですね。2列減ってますから、で、欠けてないですから、カとかですね。これ、BN マイナス2が出てきます。だから、この BN マイナス2の完全マッチングの数が分かればよいということになります。 ですね、だから、残っているのは、その、この角、その、残った角のところで縦を選ぶか横を選ぶかのまた、場合分けがあって、それによって cn-1 と bn-2 が出てくるという形になります、ね。ってことから、この場合っていうのは、この場合じゃなくて、えっ、ー、と、ここで分かったのは c じゃなくて bn ですね。bn っていうのは、上の方は cn-1 で、下の方は cn-1 プラス bn-1 と、2が。 う,いう,ふうになるとこの C はこれ小文字だと思ってください。すみません。ちょっと書き分けができないんですけども、そういうふうになっているということが分かったわけです。で、まとめると、こうですね。えっと、Bn-2 プラス C2 倍の Cn-1 っていうのが出てくるということが分かります。ですか。で、これで、あ,、まあ、あ,る,ある意味で全化式ができたということになります。ただ、Bn を求めるためには Cn-1 が分かんないといけないので、Cn に対する全化式も同時に作ります。 で、それはですね、まあ、ちょっと一応演習問題なんですけども、それやってもらうと CN に対してはこういう、えー、っと、式ができるということがわかるので、それはまあ考えてみてやってくださいということになります。いいですかね。はい。先ほども言った通り、まあ、N が偶数の場合には0になる。ので、まあ、それは注意をするということになります。で、またこの、そうすると全化式がこれできますね。何かっていうと、BN とか CN っていうのを決めると、 ためには、その n というこの粗円が今考えている n よりも小さいところの b と c をさえ分かればよろしいということになっています。これちゃんとこの全可式としてこう定義されているわけです。順番に n が小さい方から bn や cn っていうものの値が決まっていきます。だからこれでプログラムが書けます。で、一般項を求める得というのは次回これもやってみましょうということになります。で、まあ、プログラムを書くとこんな感じになりますと。本当ですね、例えば、bn。 えっと、n が30のときには読み、読みませんけども、ちょっと一読んでみると、とクライド暗い通りを利用すると、えっと、なんかこれは、えっと、2990、違いますね。ちょっとちゃんと見ましょうかね。こうで、こうで、こうなんで、2億ですね。2億9930万3201という感じで、こういうのがちゃんと計算できるということになります。で、まあ、この数列を見てですね、一般校分かりますかって感じに、まあ、まあ、なるわけですよね、皆さん。 なんか、ゼロなんとかゼロなんとかってこ、こんな数列をどう扱うんだっていうのも思われるかもしれませんけども、まあ、これ、次回、以降扱っていくということになります。はい。これで、えっ、ー、と、前半の話ですね、この組み合わせ構造の数上げの話、終わりになります。はい。で、後半なんですけども、このアルゴリズムの計算量の話をします。で、まずはなんか単純な再起アルゴリズムの話をして、その後です、ね、ユークリッドのアルゴリズムっていうちょっとややこしい再起アルゴリズムの話をしていきます。 まずですね簡単な最近アルゴリズム、単純なもの。今、なんかこのような、まあアルゴリズムというか、これはですね、えっと、まあプログラムと呼んでもいいかもしれませんけど、これ、あの、Ruby 風に書いてます。Ruby 風。Ruby 風に書いてますけども、まあ、えっと、皆さん Ruby をある授業で勉強していると思っているので、こう Ruby に書いていると。 まあ、あの、C 言語で書くよりも Ruby の方が多分短いので書いてるんですけ、ね、ど、まあ、別にその、あの、言語はあんまり気にしないでください。あの、えっ、ー、と、ま、疑似コードだと思ってくださいと。で、これはなんかこの FNCT ファンクションっていう、ファンクっていう、えっ、ー、と、なんかまあ関数を定義してまして、N っていうなんか引数を持ってくる。まあ、N って性質だと思ってください。性の性質だと思って、えっ、ー、と、0以上の性数だと思ってくださいと。で、これ何するかっていうと、まず、えっと、2行目で A という文字、文字を、えっと、画面に出力します。印字します。で、N が、 2よりも大きかったら、えっ、ー、と、ファンクと n-1 とファンクと n-2 っていうのをあの実行すると。でそうすると、えー、何なのかっていうと、まあ、n っていうのをま適当に、えっ、ー、と、与えて実行すると、えっ、ー、と、この a という文字をいくつかこの画面に出力して、停止します。まあ、停止してほしいんですけど、<laughs> 停止します。はい。で、えっ、ー、と、知りたいのは、このファンクと n を実行したときに、a が何個出力されるかっていうことです。これはですね、普通はですね、このファンクというで、これが、あの、再起関数なんですね。 再起アルゴリズムなんですね。だから、この再起呼び出しを何回行うのかっていうふうに普通は問われるんですけども、それ、そういう言い方だとちょっと曖昧だと思ってるので、この A という文字を出すことによって、それを A の数、その何個出力されるのかってことに置き換えています。で、まあ、そういうふうにした方が、ちゃんとその、なんだろう、何回再起呼び出しをしてますかっていう言い,言い方よりも、まあ、正確にわかると思うので、ちょっとそういうふうにしていると思ってます。だから、気分としては、再起呼び出しを何回してますかと。 いうふうなことだと思ってくださいと。で、これは実際にあ、このプログラム動かせばわかる。小さい場合、こんな感じですね。まあ、n が1の場合は1、二が二の場合、こんな感じになってます。n が40だと、また呼びませんけども、まあ、膨大な数になると。これちゃああの計算できます。ちゃんと、a がたくさん出てきます。で、今知りたいのは、じゃあこの a の数、いくつになりますかってことです。で、それは、 とりも直さず、先ほどのこのアルゴリズムを実行したときに、最近呼び出したら何回行われますかってことになるので、それはこのアルゴリズムの計算量に匹敵します。この授業ではあまり計算量って言葉は使わないようにしようと思ってます。その計算量って言葉は非常に曖昧なので、だからこの A の数でその計算量っていうものを代替してるんですけども、代替してるっていうのはあの別の表現でそういうふうに表してるんですけども、それがいくつなのかってことを知りたいと。 だからここではこの fn っていうこのなんかその n に遅い字として持つなんか数列を考えてこれがこのファンクト n を実行したときに出力される画面に出力する a の数というふうにしましょうと。で、これはこのアルゴリズムの動きを見るとわかりますと。なんでかっていうと、まあ n、n が何であってもまず2行目で 1, 1個必ず出力します。その後4行目と5行目で再起繰り出しをします。 で、最起呼び出しをすると、この4行目の最急読み出しでは、引数が n-1 なので、ここでは F、fn-1 個の a が出力されます。えっと、画面に出力されます。で、5行目のところでは、これは引数が fn-2 なので、F、fn-2 個の a が画面に出力されます。いいですね。ってことは何なのかっていうと、まあ、n が2よりも大きかったら、1個プラス fn1、 プラス FN-2 個 A が使用されるるとということになるわけです,ですね。いうことで、まあ、このような、えっと、再起式、人化式でやられます。まあ、n が2以下のときには1個、まあ、この部分、再起形はしませんからね。で、n が3以上のときにはこうなりますよと、となります。で、こうすると、まあ、ちょっと n が0以上だとちょっと思ってるんですけども、先ほど本当に0以上でしたっけ ?1 だったかもしれない。1からやってますね。まあ、1からにしましょう、じゃあ。 力にしますが、まあ、N は一乗だということにして、えっと、このような形で全化式ができますので、これは小さな N のところの値が分かっていれば、順々に FN が決まっていくような形になっていますので、これもまあプログラムを作れば、この全化式を解くことによってその出、出力される A の数が分かるということにもなりますし、まあ、一般項も求められるということになります。それはまた次回にやります。 いいですかでもこんな感じで,です、ね、このなんか最近アルゴリズムがあったところ、ね、のなんか自然にこういう、その、だから計算量を表すような全化式っていうのが得られるんだってまず感覚を持っていただきたいというふうに思うわけです。で、この場合は特にです、ね、このイコールで出てきますということになります。ただですね、アルゴリズムの解析とかですね、計算量をその見るときにはですね、こういうふうに、イコールで何かその計算量が出てくるってことはまれです。なんでまれなのかってことは、次の例で見ます。 でその次の例というのは、この,ユー,クリッドのアルユークリッドのアルゴリズムです。でユークリッドのアルゴリズムというものをまあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、一応まあそうじゃない場合もあると思うので、ご、えー、紹介しますで、えーっと。何をしたいかというと、最大公約数の計算です。 何なのかっていうと、それはですね、比不数 A と B が与えられたときに A と B の最大公約数を出力してほしいっていうのはそういう問題です。ただし A と B に対しては A の方が B 以上であるっていうふうに、あの、必ず、えっと、条件がついていると。制約というか、仕様がついていると思ってください。で、じゃあ、ちょっと、これ最大公約数は何なのかってことになるので、ちょっとそれをちょっとまず定義しておきます。えっと、まず、じゃあ、まず約数とはですね、えっと、比不数 A の約数とは、次を満たす皮膚整数 D のことです 何なのかっていうと、ある日不正数 A' が存在して、A イコール A'D と書けるときには、この D のことを A の約数と言います。ですね。まあ、これ普通の定義なんですけども、ちょっと、えっと、気をつけるのは、これ、A が0の場合も、これで、えっと、約数を定義しているということになります。ですかね。 で次、えーと、フィフスエース AB の最大公約数とは何なのかというと、それは次を満たす D スターのことです。フィフスエース D スターのことです。何なのかというと、まず D スターはそもそも A と B の約数でな,らなくちゃいけませんと。共通の約数であると。で、AB の任意の公約数 D、から AB のどんな公約数 D を持ってきても、D が D スターの、D が D スターの約数で出なくてはなりませんということです。 でこの条件を満たすものを最大公約数 A と B の最大公約数と言います。で、まあ、この定義だけからは、ちゃんとなんか A と B っていうのがあったときに、最大公約数というのは本当にあるかどうかってことは、まあまあ、わかんないかもしれない,ないんですけども、まあ、実際は必ず最大公約数があるということになります。この場合もですね、A、B、0であってもよいということに注意をしてください。はい。で、ちょっと例があると。今、12と18の最大公約数は6です。ですね。これは、 なんでなのかっていうと、これやってて時間がないかもしれない。まあちょっとこれだけやりますね。12の約数っていうのを全部上げてみると、全部上げてみるとですあ、イコールって書くのはちょっとよくないですね。え,えちょえー、っと、上げてみると、1、2、3、4、えー、っと、6、12ですね。つなぎます。ちょっとなんか間違えるかもしれない。で、18の約数を上げてみると、えー、と、 1,2,3。間違えそうなんですよね。6でいいのかな ?9,18 かななんか間違ってる気がしてありませんけども、大丈夫かな ?18 は2区18だから大丈夫ですね。はい。で、えっ、ー、と、そうすると、えっ、ー、と、共通の約数は何でしょうと言われて、共通の約数見てみると、1と2と3と6ですね。 ですね。で、実は、1、2、3っていうのは、これはどれも6の約数です。ということで、12と18の最大公約数を6になるということになります。ですかね。こんな感じです。で、ちょっとまあ、これ注意するのは何なのかっていうと、0なんですね。ちょっと0、ちょっと注意が必要で、ちょっとそれやっていきますね。これやってと時間がない。<笑><笑>まあ一応やると、どこやるかっていうと、じゃあ、4と0の最胞を比較しましょうね。じゃあ、4の約数何なのかっていうと、 基準が難しいですね。四んな訳数なのかと,とこれは1、2、4です。こんだけです。じゃあ、0の約数は何でしょうと。0の約数は、これですね。このある非不整数 A' が存在して、A イコール A'D となるものの全部がとなる D なんですけども、今、これ A が0なわけです。A が0なんですよね。ってことは、これ0イコール 0×D なんで、 えっと、どんな D に対しても、この A' として0を持ってくるところを特殊に成り立ってしまいます。だから、えっ、ー、と、すべての比不正数が0の約数になります。だから、0、1、2、3、4、5、点々、点こんな感じになります。ですかね。そうすると、これ共通する約、これ4と0の共通の約数、共えー、と公約数っていうのは、1、2、4になります。ね、で、4っていうのは、1も2も、こう、約数として持つので、 4とととの最大数が4にななるいいいうことになります,いいで,すかで、すかこの定義の下とで、0と0の最大5約数は0になるということが確かめられるので、これ、皆さん確かめてください。これちょっとややこしいかもしれませんけども、定義に沿って考えると、0の約数はこれなんですね。そうすると、このすべての非不正数というのが共通の約数、5約数になります。 その中で、これを満たす、<laughs> 一番下のものを満たすのはゼロになります。ので、それを確認をしてみてください。はい。ということで、で、それを踏まえて、U、ユーグリッドのアルゴリズムっていうのをご紹介します。今、A と B をこう入力として取るんだけども、A と B はゼロ以上で、A の方が B 以上であるというふうにまあこれ仮定します。まあ、これはあの仕様で、そういうものしか受け付けないようにしますと。 で、二行目は先ほどのその再帰的な簡単純なアルゴリズムのときと同じように、まあなんか一つ文字を出すことにします。で、これでまあその最帰呼び出しの回数を数えることにします。で、えっ、ー、と、このアルゴリズム何をするかっていうと、B が0のとき、B が0の時には A を返します。そのまま。で、これはちょっと前のページ見てもらうと、片方が0のときにはもう一方の数字がそのまま最大公約数になるんですね。実際。ってことをまあ表してと思ってください。ですね。で、そうじゃなかったら、 そうじゃなかったら再起呼び出しをするんですけども、一方は B そのもので、もう一方は A を B で割った余り、A mod B ってやつですね。これ、まあこれ、数学では A mod B と書きますけども、まあ、この、えっと、プログラム上ではこのパーセント記号で書いてるというふうに思ってください。で、これも、まあ、あの、Ruby 風に書いてると思ってもらって、それを再起呼び出しするということになりますと。ですね。で、実際、えっと、これでですね、正しく、ゆクリッドのアルゴリズムは、 あれですね。最大公約数を返してくれます。で、これはですね、一応、まあ、皆さんあの、知ってるかもしれないし、まあ、知ってたとしても、それは本当に正しいってことをですね、証明したことないかもしれませんし、えっと、その最大公約数とかですね、公約数ってものに慣れるためには重要かもしれませんので、ちょっとあの一応、演習問題にしております。考えてみてください。はい。で、何をしたいのかっていうと、この G っていうものが何回画面に出力されますかってことを、A と B を入力,入力したときに数えるわけです。 で、その数っていうのは先ほど言った通り、最近呼び出しを行う回数にまあ匹敵しますので、それがで、まあ、このユークリントのアルゴリズムの計算量としたいということになるわけです。で、これは A と B っていうのが2つあるんですよね。だからもちろん A と B の2つによって変わってくるわけです。先ほどのその簡単純なアルゴリズムとい言っては N って1つのものしかなかったので、考えるのは簡単だったんですけども、これ2つあるので、ちょっとこれややこしいんですね。で、 まあちょっと厳密に求めるのは難しいというか、まあ、やろうとままばできるんですけども、ちょっとそれはここではやらないで、上階を求めることにします。上階というのは前回言っていた通り、この数に対して上から押さえるような不等式を求めたいということになります。で、まあ、上から押さえる不等式のその上階が小さければ、この計算量が小さいということが保証できるという立場になるわけです。いいすかね だからどんな A や B に対してもこれ以下になりますよっていうそういうような状態を式として出したいということになります。で、そのためにですね、まずちょっと気分のために観察します。B はですね、なんか1つのものなんか、えっと、11ですね、この場合に、えっと、固定して、A のほうをすとどん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 大きくしてきました。指数関数的に大きくしてきました。指数関数的ですかね、多分指数関数的ですけどもん <laughs> ね、大きくしてきますと。で、そうすると、その記された G の数、こんな感じになります。 これ、その A をですね、どんだけ大きくしていっても、これ全部これは6以下なんですね。あ、いここまで、ここまでのところですね。もしかしたらこの後、また増えていくかもしれませんけども、だから、何なのかっていうと、A を大きくしていっても、これ、あんまり変わらないんじゃないか。だ,だから、まあ、これ B を大きくすると変わるかもしれませんけども、A を大きくしていっても、あんまりこの増加は、まあ、するかもしれないけども、そんなに早くないんじゃないかっていうような気がするというわけですね。じゃあ B の方ちょっと大きくしましょう。 B の方を大きくして、これ先ほど重視したところに重ちょっと、今度はもうどこ行っても3、必ず3か。こんな感じになってる。まあ、ここまではですね、観察している限りでは。という感じで、A をどんだけ大きくしても、あんまり変わらないんじゃないかという気がしてくるというわけです。だから、えっと、こういう量を考えましょうと、small gn。これ何なのかっていうと、この gcdab っていうこの UV のアルゴリズムを実行したときに出力される G の数、 を数えるんですけども、この A と B の範囲をあるところで限って、それの数のマックスを取りましょうと。最大値を考えましょうと。で、どの範囲で、えー、と A と B を動かすかっていうと、A は1以上だって何でもいいですっていうふうにします。ちょっと,ちょっと0は覗いておきます。で、1以上だっ何でもなくって、で、B は N 以下だとします。N 以下。だから、えー、とこの A と B、このカッコの中の A と B はここでその動くものです。A はいくらでも大きくなる。で、B は N 以下に限られているということです。だから、えっと、この量自体は N で決まります。N で決まります。N ですね。で、それをこの small gn と書きましょうというようにします。いいですかね。で、まあ、直感としてはこれですね。B が N 以下であるという場合だけを考えて、その時のこの出力される G の数、つまりの最悪計算量っていうのを考えて、 というのが、この GN という数列が表すものだっていうふうな直感を持ってください。で、まあ実際そうなんですけども、そういうことになります。で、惜しいのはこの GN です。で、この GN の一般項を等式の形で求めるのは難しいので、これの上階を与えましょうっていうのが今からやりたいこと。今回と次回でやることになります。はい。で、えっと、これ気分ですね。まあどんな感じなのかっていう、まずちょっと気分。これ N を変えて、 n を変えて実際に計算してみましたと。で、この緑色の方ですね。緑色の方なんなのかっていうと、これは各 n に対してですね、各 n に対して、その n で一番たくさんその g を出力した場合の値がこの緑で書いています。でそうするとこれでね、これかなりこれギザギザするんですね。これかなりギザギザする。で、この赤い方ですね、この赤い方はその n まで ある、ある、このなんか N を持ってきたら、N 持ってきたら、その N までの、この緑色の線のところの値の最大値を取ってきているということになります。ですか。で、この赤いのが、先ほど定義したこの GN に対応します。ですか。だから GN がこ,この図で見るように、これ必ずこの,この単調増加、単調非現象になっています。ですか。 それは、この n までのところの、左を見たところの、この緑色の一番大きいところの値をずっと取ってきてるからです。ですね。で、このうこういう風になっ緑色がちょっと一つ、一つかどうかわからないけども、大きくなると、赤がポンと上がると、次元が一つ増えるという形になっていくわけです。いいですかこういう、まずイメージを持ってください。ですかね。で、これ見ると、この n が1万ぐらいになっても、この gn っていうのは20ぐらいだっていうこともわかります。 まあだからこれはそのプログラム書いて、これ作ったわけです。私がね <laughs>、作ったわけです。で、まあ、こういうのも皆さんはやろうとかできると。ただですね、そのこの A がですね、1以上で、無限にあるので、無限にあるので、なんでできるんだって思われるかもしれませんけども、まあ、それはですね、頑張って、あの、ある工夫が、それでやってるということになります。はい。いいですかね。で、やりたいのは、この赤い線がどういう線なんだっ,たってことを知りたいということです。で、そのために、この赤い線の、この次元っていう、この数列ですね、この数列のちょっとまず、えっと、性質をちょっと、 いくつかご紹介します。1つは先ほど見た通り、GN というのは必ず単調比減少です。それ今、補題 A という形で書きます。何かというと、任意の生成数 n に対して、GN と GN プラス1を比べると、単調比減少 GN は GN プラス1以下ですよということになります。でこれは、まあ、あの普通に証明すればいいんですけども、こういうものの、マックスとか使う式が出てきたときに、こういうものをどのように扱えばいいのかということを皆さんはあんまり慣れていないかもしれないので、その 例として一つここではちゃんと証明をやってみたいと思います。で、こういうそのなんか MAX を扱うとかっていうのは、いわゆるですね、最適化とかにつながるわけです。なので、まあ、こういうその技法がですね、最適化というものを考えるときにも重要になってくるんですけども、まあ、この授業自体は最適化の授業ではないので、そこの,あの側面についてはあんまり深入りしないようにしようと思います。では、まずこの GN が GN マイプラス1からやることを証明していきます。まずじゃないですね。ではやっていきます。で、まあ、GN っていうのの定義はこれでしたね。 この,この GCDAB の実行列録される G の数を A が1以上のところ、B が N 以下のところで最大値取ってるのです。なので、この GN を与えるような A と B っていうなんか値が、それぞれ1以上 N 以下のところで、なんかこれき、なんか一つあるわけです。でそれを考えます。ですかね。だからこの GN を与える A と B をまず考えましょうと。ですね、そうすると、GN っていうのはその A と B に対して GCDAB の実行列力される G の数になるわけです。いいですか いいですかでそうすると、今、A は1以上、B は N 以下ですから、特に B は N プラス1以下です。ですね、でそうすると、今、ここで書いてる、違いまう、ね、GCDA'B' の実行列ので G の数っていうのを、A' が1以下、B' が N プラス1以下っていう範囲で最大値を考えると、今言った通り、A っていうのは1以上で、B っていうのは N プラス1以下ですから、 A と B は、ここに書いてある A'B' の満たす条件を、えっと、また満たしてるわけです。ですね。だから、なんだろうな。この式に置いて、A' と B' を AB で置き換えたものが上の式なんですけども、下の方は、それの最大値を取っているので、この書いてあるような不等号が得られるということになります。ですか。最大値と具体的な値を、具体的なその A と B に対する値を比べると、 ううしてるとということで,すかで、すここに書いてあるこの式、これは取り物を押さえ GN プラス1の定義式です。まあ、定義式はこれ A、B 使ってるんだけども、A と B っていうのを A'、B' に置き換えただけということになっています。いいですね。でそうすると GN と GN プラス1の対象関係が分かるという形で証明が終わります。いいですかはい。ということで、まあ、この単調子現象であることが分かったということになります。 で次ですね。次は、どちらかというと、その余、余りというものに対する、えっ、ー、と、性質です。今、生成数 A と B があるときに、A が B 以上であるとき、A を B で割った余りっていうのは、2分の A 以下になります。で、ちょっとこの記号ですね。この鍵括弧。これをちょっと,、えー、と説明しておくと、この X にこの鍵括弧が付いてると、X 実数ですけども、これは何なのかっていうと、X の、えっ、ー、と、小数点以下切り捨て。 これを表します。もう少しちゃんと定義すると、x よりも、あ、違う、x 以下ですね。x 以下。x 以下の、えっ、ー、と、整数の中で最大のものです。のことを表します。あ例えば、これ四点三とかっていうふうに書かれてたらこれ四と。 0.2とかだったらこれ0と。こんな感じになります。まあちょっとマイナス1.5とかだったらこれマイナス2と。こんな感じになります。いいですかね。で、一応、あの、この、鍵括弧。このことを床関数とかって言ったりするんですけど。床関数とか、フロアファンクション。 けども、まあ、これ読む、読むときどう読むか <laughs>。<laughs> まあ X の小数的か気にしてとか、X の、X のフロアとかって読んだりします。X のフロアとか、フロア X とか。こうかな。フロア X。どうまあ、フロアオブ X か、英語で言うんだったら、なんとか読んだりするんですけども、まあ、えっと、ここでは、ま、日本語で、2分の A の小数的か気にしてとかっていうふうに読んでいくか,かもしれません。というものです。 だから、2分の a っていうのはそもそもなんかそのあの整数じゃないかもしれませんから、それをまあ整数だと思,思ったときの一つの方法ということになります。で、もう一度言うと、この a を b で割った余りっていうのは2分の a 以下ですよということになります。で、これ、気分を言うと、今なんか a っていう長さの、こうなんか、帯があると思ってください。 で、B っていう長さの帯もあると思ってください。B。で、まあ、A は B 以上なので、まあ、こんな感じですね。で、余りって何なのかっていうと、これ割り算の定義を思い出してほしいんですけども、この A の帯の中から B の帯をですね、こうたくさん取るわけです取れる。取れるだけ。取れるだけ取って、取れなくなったここの長さですね。この長さ。この長さが A を B で割った余りなわけです。 いいですかでこれはまあ 2, 分の A 2分の A 以下ですよね <laughs>、まあ。見たら分かるとかって言うと、証明にも何もなんないからいけないんですけど、もこれ見たら分かるわけですね。なんでかっていうと、2分の A よりも大きかったら、まあ、これ B まだれ取れるわけです。<laughs> ってことになって、えーっと、分かるんですけども、だから何を言ってるかっていうと、うん、もしなんかこ,のこの余りがですね、 この余りが2分の A よりも大きかったら、まだこの B の幅のもの,ものをここで取れるわけです。で、取れない場合はいつなのかっていうと、B がそもそも2分の A よりも大きい場合。B がそもそも2分の A よりも大きい場合というのがあります。でそうすると、1回取ったら、それでもうこの部分の長さは2分の A 未満になってますから、えっと、そこからまた B と。 まあ、もう取れないんだけども、2分の A 以下だっていう式は成り立つことになります。で,すか、ねで、まあ、このアイデアをちゃんと式でやっていくと、ここに証明が出てきますので、ちょっとそれはちょっと見ますかね。一応、まあ、あの、見なくてもいいと思うんですけども、まあ、一応言うと、A イコール B 級プラス R とします。これは、いわゆるその、情報の定理ってやつですね。わざわざ書くほどのことでもないかもしれませんけども、つまり、 えっと、A を B で割るときに、Q を小。R を乗用とすると。余り。とすると、まあ、こう書けると。まあ、むしろなんか、この式によって書かれている Q と R のことを小と乗用というふうにこう定義するわけですけども、っていうふうに書ける。で、この乗用余りの部分が、えっと、0以上 B 未満ですよっていうふうにまあ書けるっていうのは重要で。で、このときのこの R っていうのを、我々は A モッド B とこう書いてるわけです。 あこうで,すね、で、あとは、頑張って先ほどの2つの場合のことを考えて、試験形成ができます。ので、まあ、やればよろしい,ということになります。で、まあそ、その時にですね、この、その、すいません。先ほどのこの、少子的に切り捨てですね。点的に下切り捨てと、この切り上げの方ですね。これ、切り上げの方です。切り上げ。で、これ、切り上げの方をシーリングとかっていうふうに言ったりしますけども、シーリングファンクション。 左、えっといったりしますけども、まあ、それの関係も使ったりしますので、まああの、やってみてください。自分で考えてみてください。はい、ということになります。で、まあ、これ認めると。いうふうにしましょう。でこれ、これ、補題 B です。補題 A はあの、えっと、単調増加性でした、はい。で、この2つを使って考えていきます。で、今ですね、じゃ計算の解析に向けて、今、このアルゴリズムがあって、 で、この GN っていうのはどういう振る舞いをするか考えたいので,で、先ほどの答え A の証明のときと同じように、この GN を与えるような AB を考えましょうと。つまり GCDAB で実行される主の数が、あれでは G の数が GN になるような A と B 考えます。で、A は1以上で B は N 以下だというふうになっていくわけです。で、考えます。で、そうすると GN は今言ったこの GCDAB の実行で実行される G の数になります。で、今ですね、 やきはまだしなかった。えっと、一応、えっと、実行すると、まず、アルゴリズムにおいては、いきなり、まずこの G を取得します。で、B が0だったらすぐに終わるんだけども、今、一応、これ、B は1以上だというふうに、この、えっと、場面では仮定すると、えっと、この、えっと、先、呼び出しを行います。ですね。GCDB、A mod B の実行で取得される G の数っていうのは、後ろにくっついてきます。で、 ここで倍アきをします。何なのかっていうと、もう、ここで、えっと、実行が終わって、もう、えっとあ、実行終わったというか、この、これよりも、えっと、後で、最近予備出しを行わない場合があります。で、そのときって何なのかっていうと、この A もっと B の方がこはの、こちら0になる場合です。でそうすると、先ほどの、その、e l s e の方に行かないので、実行が終わって、ここの部分の、この G の数、これが1になります。 で、これで終わります。GN イコ2で終わります。ですかね。で、そうじゃない場合がもう一個の場合です。向こうの場合は、この A モッド B が0じゃない場合ですね。で、その時にはもう一回再起呼び出しをすることになります。で、その場合のことを次のページで考えましょう。ですね。今ここまで終わって、今再起呼び出しをもう一回する場合のことを考えます。で、そうすると、再近呼び出しをもう一回しますから、そのもう一回行う再呼び出しにおいては、まず G を1個取得しますから、このプラス1が すになりますはい。で、えっ、ー、と、最近呼び出しでは AmodB が先に来て、後ろの方は BmodAmodB になります。ごめんなさい。いいですね。いいですか。で、ここで先ほどの補題 B を使いましょうと。なんだったかっというと、補題 B っていう、補題 B そのものなんだったかっていうと、AmodB が 2分の A の小数点以下気にして以下だったっていう、これがお題 B そのものだったんですけども、今この A を B と置き換えて、B を A モッド B と置き換えれば、この B モッド A モッド B っていうのが2分の B の小数点以下気にして以下だということがわかります。いいですか。で、これがわかるんで、何が言えるかっていうと、今ですね、この GCD なんとかかんとかっていうものと、このスモール G を関係づけたいんです。 で、これをしましょうと。何なのかっていうと、今、この GCDA'B' の実行で出力される G の数っていうののマックスを取るんですけども、この A' と B' の動く範囲を A' は1以上。で、B' を2分の B の小数点以下切り捨て以下だとします,ですか、ねで。そうすると、ここに書いている BmodAmodB っていうのは、この下に書いてある古代 B からわかるように、これは2分の B の小数点以下切り捨て以下なので、この B' として、この BmodAmodB を えっと、選ぶと、この中身の何かある特定の数値が出てくるわけです。で、そうじゃなくて、そのマックスを取ってるので、ここでは統合が得られるという形になります。ですね。これ、その、歩代 A のところの証明でやったあの論法と同じなわけですね。いいですかで、ここで書いてあるものは、 この B プライムの上階がえっと2分の B の消失的が切り捨てになっているので、これが2プラス G の2分の B の消失点が切り捨てという形になるわけです。いいですかこれはこの定義そのものです。GL の,の定義そのものです。いいですかで、今、もともと、ここに書いていた B、もともとの B っていうのは N 以下だったわけです。で、古代 A がありました。古代 A は何だったかっていうと、単調増加性だったので、この 2分の B を2分の L に変えると、不等語が得られますよという形になるわけです。いいですかということで、ここまでで何が得られたかっていうと、gn は E プラス g の2分の L の小数点が気にして以下知識いう式が、まあ、n が、えっと、大きい場合には言えるとなりますで。n が大きいって何なのかっていうと、この最近呼び出しをしている場合のこと。 じゃなくて、えっ、ー、と、はじめのところでちゃんと言ってませんでしたけども、えっと、えっと、先ほど場合分けがあって、場合分けのこれ2つ目の方ですね、最近呼び出しを行う場合のことを言ってるんですけども、最近呼び,呼び出しを行,い行わない場合には、こちらの後ろのこの gn-1 っていうのは、これ0になるので、あ、0じゃなくて、すみません。最近呼び出しを行わない場合は gn が2かって言っていたので、えっと、どちらの場合においても、この、えっと、gn が 2プラス G2 分の N のキースで以下になるってことが言えるということになります。いいですかどちらの場合でもっての,その2つの場合のど,どちらでもということです。ただし、まあこれは N が1以上っていうま条件がついてるということですね。まあそのときしか今考えてないと思いうことになります。いうことで、一応ですね、まあ、N が0だったら、えっと、その B も0なので、えっと、再呼び出しを行わずにアルゴリズムを終了しますから、えっと、GN は必ず1になります。 で、n が1以上の時には、今言った不等号が得られるということになります。ですか。で、えっ、ー、と、これはですね、不等式なんですね。不等式。だから、この式から gn という数列は、えっ、ー、と、定められません。ですかそれは定められません。けども、ここからこの gn の上階を一つ見つけるということができます。ので、それを次回やっていこうと思います。ですね。で、気分としては先ほどなんか、 図で描いたような、なんかこういうような感じの曲線がなんか得られるといいなっていう気がしているということですね。NGN。これは次回になります。はい。 ではです、ねえー、と最後にちょっと、まあ、関係ないかもしれませんけども、未解決問題、ユーグリッドのアル,アルゴリズムとは関係ないですけども、その再起アルゴリズムという意味で関係があるので、その未解決問題を一つご紹介しておきます。えっ、ー、と、コラッチ予想というものがあります。これはですね、ここに書いてあるような、まあ、プログラムというか、再起関数を考えるんですね。まあ、N は、えー、0以上の、0以上じゃないかな、正の整数、正の整数だと思ってください。で、えっ、ー、と、まあ、これ、 n 自体をこうあの出力するような形で書いてますけど画面にですね、出力するような形で書いていて何な,何なのかというと、n を2で割った場合は0の場合、つまりこれ n が偶数の場合ですね。n が偶数の場合には、n を2で割って、呼び出し,しなさいと。で、そうじゃない場合、つまり n が奇数の場合ですね。n が奇数の場合は、n を3倍して1出して、再呼び出し,しなさいと。いうことを繰り返す。で、これは、えっと、 止まりまりせんずっとこう無限にあの動き続ける、無限にっていうのは、停止せずに動き続ける、えっと、プログラムで、このそのずっとこの何かこの引数である整数をずっとこの出力し続けるという形になっています。で、ななのかというと、このコラッツ予測っていう未解決問題は何を言ってるかというと、どんな整数 n を初めに入力しても、この、えっと、最急呼び出しをする中で必ずこの n として1がどこかで出力されるっていう予想です。 と考えていいる人 <laughs> で、実際にまあいろんな N に対して、皆さんこのプログラムを簡単に書くと思うのでやってみると、あの簡単に1に行きます。<laughs> 簡単に1に行きます。で、実際、この N, N が2の70乗以下のにきにはこれ正しいと報告されています。ので、割とまあ正しいと思ってるっていうふうな言い方は、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、まあ未解決であるということになります。まあ、興味がある人はいろんな文献を見てみてください。いろんなことが知られています。 けども、これ予想自身は未解決なっています。はい。ではですね、えー、っと、ようなまとめをします。今日はですね、目標は全活性を立てることだったということで、はじめの組み合わせ構造の数え上げにおいては完全マッチングの話をしました。統計力化と関係ありますよという話ですね。で、二つ目のところ、アルゴリズムの計算量の話をして、最後にユークリッドのアルゴリズムの話もしました。で もうちろん言いますけども、アルゴリズムの計算量解析の基礎は数え上げです。数えてるんだっていう気持ちで皆さんアルゴリズムの計算量解析をしてください。はい。では今日の話、これで終わりになります。ありがとうございました。